それではこちらの表題の論文について自然言語処理研究室の菅が紹介いたします。まずアブストラクトについてです。この論文では論文に対して OCR でテキスト化したものに生じる誤りを訂正します。特に論文に対してその OCR かけてた時に多く生じていた空白挿入誤りというものに対しての訂正を行うということで、そのために既存の機械翻訳で用いられている SecToSec モデルを用いました。でテストデータにおいて 0.95 以上の、精度と再現率を得ることができました。イントロダクションです。ACL には多くの科学論文が存在しています。で、この論文を、整理することで関連研究を見つけることが容易になるというものがあります。で、この論文を体系化するためにキーフレーズ抽出というものが行われています。で、このキーフレーズ抽出ではその論文中のテキストが正しいようなテキストでないと、いい結果が得られません。で、現在 ACL に、存在する論文の中には、電子提出が標準となる前に提出された論文が存在します。これらの論文ではその正しいテキストがなく、論文の画像データのみが存在するような形になっています。で、これらの論文を、テキストこれらの論文からそのテキストデータが欲しいということで、OCR をかけるんですけど、その際に誤りが多く含まれます。で、その誤りによって、キーフレーズ抽出が正しく行えなくなってしまうので、この誤りを訂正したいというものになっています。で、この誤りによってそのキーフレーズ抽出への影響が出てしまうというのは、この、既存のもので、そのキーフレーズ抽出のもので、抽出されたそのキーフレーズを調査した際にその誤っているというような、影響の検査がされています。で、じゃあ実際にその ACL、対象とするその ACL の論文についてですが、今回この1万約9000本程度のこの1965年から2012年の論文に対して、のデータを用いるということになっています。で、電子提出が標準となったのが2000年代の出来事で、それ以前の論文というのは正しいテキストがなく、OCR 処理されているというような形になります。で、筆者らがその、実際に調査したところ、空白誤りが特に多く存在するというような、結果になっています。で、実際にOCR をかけた時のテキストがこちらのようになっています。で、見ていただくと、例えばこちらの青いところではその紙のレイアウトそのままを、読み込んでいるので、改行、単語の途中で改行されるということでハイフンが入っていたりとか、あとは、OCR 特有のものとして、置換誤り、あちらのアコーディングというものが多分おそらく正しいと思うんですけど、途中が3になっているというような誤りであったりとか、あと先ほど、特に多いと述べましたが空白挿入誤り、本当はここは、おそらく1トなんですけど、その1のその I と T の間に空白が挿入されてしまって、それぞれ別の単語としてはカチカチされてしまっているというような、誤りが、存在します。で、今回対象とするのはここの特に空白挿入誤りになります。で、使用するモデルなんですけど、訂正対象は先ほど述べているように空白挿入誤りで、使用するモデルは、既存のモデルで機械翻訳タスクにおいて、最高精度のを達成しているこのシステムを、このモデルを用い、モデルを実装したこのシステムを用います。で、こちらに関してはちょっと今回は、詳細は説明いたしませんので、興味がある場合は、論文を、見ていただきたいです。で、このセクトゥセクモデルなんですけど、入力にはその分かちされていないような、文の各文字を文字単位で入力するというものになっていて、出力ではその分かち化された単語列が出てくるというような、ものになっています。続いてその入力に関するもので、データの整形になります。先ほどこちらのもので出たように、その、レイアウトをそのまま読み込んでいるので、文の途中で改良されたりといったようなものがあるので、まずそれを、整形します。ということで、例えば、まず行末がハイフンの場合はハイフンを除去します。
そして、行末がドットや疑問符、コロンで終わっていなければ改行を削除します。こうすることで、まあ、1行に1段落のテキストを持ったような、データが制作されます。で、先ほどのこちらの青であったようなその、まあ、OCR で読み取ったそのままのものをまず除去するような形になります。続いてデータの分割を行います。先ほど述べたように、1965年ほどから、2012年までのデータがあるんですけれど、2005年の以降のデータは単語分割が正しく行われているという、仮定して、データを2つに分けます。で、2005年より前のデータはその、まあ、正しく OCR の誤りを訂正すべきデータとして置いておいて、モデルの訓練のために、2005年以降のデータを用いてモデルを訓練するというような形になります。でこちらの2005年以降のデータに対して、次のような処理を行ってデータセットを作成していきます。まず、先ほどの、整形で1行1段落となっている部分をさらに分割します。具体的には次のような、まあクエスチョンマークであったりとかコロンであったりとかいうこちらのような文字のところで分割をします。でその後その分割された文で、文が50文字より長ければ、数字のあるところで分割をします。さらにそれでも50文字より長ければこの50文字の長さで分割を行うといったような、分割を行います。続いて、SEC2SEC モデル、先ほどの、機械翻訳のモデルに入力するために、文字列から空白を除去して、各文字を入力するということで、その各文字の後ろに空白を挿入するという形に整形します。で、続いて、正解データを作成するということで、まあ、正しい文字のデータというものに、これですね、正しい位置の空白に特別な文字、シャープシャープというような文字を入れて、まあ、置換して、その後各文字の後ろに空白を挿入するといったような整形を行います。そうして作成されたものがこちらのテーブルのものになります。左側がその入力データで右側が正解のデータとなります。で正しい位置にこのシャープシャープが入っていて各文字の後ろにスペースが入っているといったようなものになります。続いて実験条件です。先ほどのような処理を行って作成されたデータが、約900万分あって、その中から訓練データとして200万分、テストデータとして50万分を用いるというような形になります。で評価では、テストデータ、先ほどのこの上にある50万分に対しての、評価と、途中でデータを分けたその OCR で正しいテキストが存在しない2005年以前の論文に対する、訂正を行うといったような2つの評価を行います。で、まずテストデータについての評価です。評価方法としてはその正しく分かち書きされた単語の数というところで評価を行います。でプレシジョンでは、システムがその出力した、まあ、分かち書きして、得られた単語数分の、正しく分かち書きができていた単語数というものがプレシジョンになって、リコールではその、まあ、正解の分の単語数分の、正しく分かち書きシステムが正しく分かち書きできていた単語数といったような、尺度で評価をいたします。その結果が、左上の表になります。で、プレシジョンが 0.955、 リコールが 0.950 となっています。でこのうちその残りの、誤りをうまく、空白を除去できていなかった例としてはこちらの下の、表の中にあるように、ここの中ではこの3のセミコロンの後の空白が、入ってしまっているといったようなエラーになっているんですけど、当初目的としているその、キーフレーズ抽出には影響がないということでそういったものを、こういう、式中の空白などのものを除去した場合の結果についてが右上になります。そうなる と、プレシジョンは 0.979、 リコールは 0.974 というような高いスコアを得ることができます。続いて、先ほど訓練したモデルを、その正しいテキストデータが存在しない B2005 の、2005年以前のデータに適用したいんですけれど、その直接適用する前に、まあ、うまくいくかというような調査をするために、こちらの、調査を行っています。まあ、A2005 年と B2005 年というのは、まあ、年代が違うだけでドメインというものは同じです。
ただ出現語彙が違う可能性があり、それによる影響がどれぐらいあるのかというものを、調査しています。で、訓練データや開発データ、今回の A2005 のデータで訓練データや開発データに存在しない単語はどのぐらい、単語のはどのぐらいの、精度で分かち合いができていたかっていうスコアがこちらになります。でプレシジョンが 0.821、 リコールが 0.876 といったような結果になっています。でこちらで、スコアを下げている要因は、先ほどあったようにやっぱり、式の中の空白が多かったそうで、やはり今回の場合もそのキーワードを適切に抽出するために影響のないケースが多いといったような、結論をしていました。で、これらのものを用いて、その2005年以前の論文に対して、実際に訂正を行ってみます。で、評価なんですけれど、正しいデータが存在しないので同じような、評価ができません。そこで、キーワード抽出システムであるこちらの、サフロンのシステムによって得られたキーワードの箇所について評価を行いました。具体的にはその2005年以前の論文から無作為に40本論文を選べます。で、その選んだ論文に対してこのサフロンのシステムが、出している、キーワードの単語分割が正しいかっていうのを人で判断します。で、元の論文に対して人手で判断した後、データセットの、その最初の、あれですね、紙のレイアウトそのままの出力からその改行なりを、削除した後の訂正前のデータと、本指定案手法で訂正した訂正後のデータの分に対して、比較を行っています。でその結果がこちらになります。で N のところがその人手で判断した結果で、正しくないのが38箇所、正しいのが535箇所あり、ローテキストがその本手法を適用する前のデータで、コレクテッドテキストが本手法を適用した後のデータになるんですけれど、インコレクトの値が大きく減っているということで、良い結果を得られているというような結論になります。コンクリュージョンです。 OCR で処理されたその ACL の論文の一部にある空白挿入誤りを機械翻訳の SEC2SEC モデルを用いて訂正を行いました。でテストで高いスコアを得られたということで、空白誤りの大部分をその ACL のデータセットを用いて訓練することで訂正できることを示しました。でこの手法によって ACL の論文の その正しいバージョンを作成できることが分かりました。以上で終わります。